はア,アメリカ軍における正式名称はグブーマイナス 57AB アメリカ空軍によって開発された3万ポンドのバンカーバスター精密誘導爆弾でこの爆弾はこれまで最大の重量を持ちグブーマイナス28貫通力30メートルよりも総重量 威力ともに大きなものとなる。モップの開発は、フロリダ州のエグリン空軍基地内の軍需品理事会、アメリカ空軍研究所で進められ、設計と試験作業は、米ボーイング社によっても行われた。主に強固な地下要塞、地下弾道ミサイル、地下指令所の精密破壊用として必要な時に、使用される。B-2 と B-52H に統合されており、 GPS を使用して誘導される。2014年度以降、イットル3及びイットル4型と呼ばれる改善型がリリースされている。また空軍では、妨害防止コード MGPS 信号をモップに統合するよう努めている。2002年に、米ノースロップグラマン社と、米ロッキードマーティン社は、ビッグブルーとして知られた3万ポンドの、 地中貫通兵器の開発を行っていたが、財政的な理由と技術的な理由によって開発は中断されていた。2003年のイラク戦争の後にバンカーバスター爆弾によって目標とされた攻撃跡地を分析したところ、不十分な貫通力と不満足な破壊力が明らかとなった。そこで非常に巨大なバンカーバスターの開発への関心が再燃し、 モッププロジェクトが開始された。アメリカ空軍には、長距離爆弾に対する軍としての特段の要求はなかったが、大きなサイズの貫通及び爆風型の兵器を収集する構想は存在し、それは大規模爆風爆弾を含むビッグブルーコレクションと呼ばれた。2007年7月19日に、米ノースロップグラマン社は250万ベイドルで、 ステルス爆撃機を回収する契約を明らかにした。奇数は公表されていないが、各機が2機ずつのモップを運搬できるようにされる。2007年3月14日に、ニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場で、アメリカ国防協議削減局の保有するトンネル内で、モップの最初の爆発試験が行われた。2018年1月、ブルームバーグは、 グブー57の4回目のアップグレードが完了し、既存の在庫分も改装されていると空軍のスポークスマンであるエミリー・グラボース機体は電子メールを引用して報じた。この改装により、地中深く埋められた硬い目標に対する性能を改善される。2007年12月、実物大模型の公表とともに、本爆弾がすでに水売り集。 ホワイトマン空軍基地の第509爆撃隊の B-2 搭載用に実戦配備されたと発表された。この模型は中央側面に巨大な4枚のフィンを持ち g p s によって誘導され、正確に目標地点に命中した後直径 80cm のルからだが地中に 70m 以上貫通、爆発するとされた。 2011年11月、米空軍地球規模攻撃軍団にモップの納入が開始され、現状必要とされる性能要求を満たすとされた。2012年3月時点で16個のモップがホワイトマン空軍基地に配備されている。2018年2月8日、新しいバッジのモップ調達のための2100万ドルの契約をボーイングと結んだ。 空軍は2020年7月31日より前倒しでの出荷開始を期待している。ありがとうございます。